2022年8月9日でございます。えっ、ー、と、昨夜ですね。ハルさんの体調が悪いということで動画を上げさせていただいていたんですけれど、えっ、ー、と、昨夜、昨夜、ハルさん亡くなりました。えっ、ー、と、2022年8月8日の21時過ぎぐらいですね。 春の成長を動画を通して一緒に見守ってくださった方、ありがとうございました。えっと、今回の動画に関してはですね、まず、えっと、ご報告、動画を見てくださっている方にご報告をまずさせていただいて、で、その後に関しては、えっと、私用の記録になります。えっとね、亡くなった後にすべきこととそのスタンスと昨日の経緯、それを踏まえた反省点、 で、最後にご遺体の様子を映して、えっと、終わりにしようと思います。えっと、ご遺体をね、撮影して、それを、いろんな人が見えるところにあげるっていうことに関して、おそらくその否定的な意見とかもあると思うんですけれど、私は最後の顔までね、覚えていたいと思っているんですけれど、えっと、 見送った子のね、今まで見送った子のお写真も撮っていたと思うんですけれど、データが飛んじゃったのか見当たらなかったんですね。一匹だけ最初に亡くした子に関しては、指 <laughs> 映ってた。えっと、最初に亡くなった子に関しては、えっと、アルバムを作っていて、亡くなる直前のお写真とかも、 あ、もうこれダメだなって思った時点で撮影をして残していたので、その子に関してだけはあるんですけれど、その後2匹立て続けになけ、えっと、その後亡くなったのが2匹立て続けだったので、ちょっと、飼い主の精神的にね、メンタルがもう完全にダメだったので、アルバムとか、そういう形に残せなかったので、で、データ飛んでしまってっていう形でちょっと後悔したので、今回はしっかり残しておこうかなという風に思います。 で、内容が内容なのでね、さっき今回の動画で、えっと、お話しすることを順番に、お話しすること、を映すことをね、順番にお話ししたんですけれど、次に映るときに、わかりやすくお伝えして動画を止める間を作るので、まあ、ご遺体見たくないっていう方は、ご遺体のときはね、特にね、ちゃんと注意入れるので、飛ばしていただければと思います。まず、ご報告ですね。 えっと、一言で何をご報告するかっていうとね、えっ、ー、と、直近で新しくウサギをお迎えする予定ございません。まあ、おそらくですけど、チャンネル登録してくださってる方に関しては、シマリス動画から来てくれてるんじゃないかなっていう気はするんですけど、 まあもしかしたらね、その、うさぎの同居って結構特殊だと思うので、その同居を見て、えっと、登録してくださった方ももしかしたら中にはいるかもしれないんですけれど、今後に関しては同居の動画上がりません。もともとその動画で何度かお伝えしていた通り、同じケージで複数匹うさぎを飼育するっていうのは結構リスクのある方法で、もとはね、はるさんのために同居、 の環境を整えていた形なので、今後はしません。まあ、もしね、すずさんも実は、えっと、今、2ヶ月2週間、えっと、昨日の時点でちょうど生後2ヶ月2週間なんですけれど、今までずっと、誰か、他のうさぎがいる状況、いる環境でずっと生活をしていた子ではあるので、もしね、すずさんが、その環境での生活が難しいのであればまた考えるんですけれど、 スズさんなら性格的に大丈夫じゃろう。とは思ってるのでねあ。同居見たいと思ってチャンネル登録してくださった方に関しては今後はもうそういう動画,動画は上がらないのでそちらはご了承いただければと思います。まああとね、うさぎのブルーアイドホワイトって希少カラーなので もしかしたら、春さんを見て、チャンネル登録してくれたっていう方もいらっしゃると思うんですけれど、ブルーアイドホワイトに関してもしばらくお迎えの予定はないので、これからは、あの、オパールのね、祭りおばあちゃんと、こっからじゃちょっと見えづらいけど、祭りおばあちゃんとね、今寝てるっぽいぞ。あと、ブラックマーチンのしずちゃん。 この2匹で動画の撮影をしていきます。まあ、私にとってもブルーアイドホワイトって憧れのウサギさんだったのでね、また飼育自体は、まあ夢なのでやりたいなと思ってはいるんですけどね。まあ現実問題としてね、同居はしないので、ってなるとケージを3つ用意する形になるんですね。 うち部屋広くないのでそこまで。あ、もちろん、その前まで動画でお話ししていた通り、すずさんとるさんがどうしてもね、同居が断念せざるを得なくなりましたってなった時は、もちろんその形状を用意して、刑事密つ体制で飼行する予定ではいたんですけれど、もしそれをしないで済むのであれば、部屋の広さ的にね、それが我が家にとってはいいだろうなとは思うので、 無理にもう一匹増やすっていう予定は今のところないですね。まあ、もしね、まつりさんが亡くなった後であればね、お迎えするのもありかなと思うんですけど、本当にブルーアイドホワイト憧れだし、今ね、黒い子がいるのでね、白と黒ってすごいコンビとして生えるしね、とは思うんですけどね、まつりさんにはね、10歳の大台に乗っていただきたいのでね、 あと2年はね、2年は生きていただく予定なので。ねえ、まつりさん。ねえ、まつりさん。寝てるね、多分これね。まあね、まつりさんには2年。まあね、あわよくば4年ぐらいね。12歳までね。あ、チモシーがもうないね。補充しなきゃいけないね。まあちょうど朝なので、朝のご飯と一緒にだね。はい。まあね、12歳までね、生きてくれればなと思うんですけどね。 なので、まあ、あと5年くらいはね、新しくうさぎさんをお迎えする予定はないです。まあ、もともと、そのまつりさんがもう恒例で、いつ虹は、虹の橋を渡ってしまうかわからない状況なので、まあ、ね、そうなる前にね、もう一匹お迎えしようっていう形でお迎えをした形なんですね、はるさんをね。 なので、まあ、今のところね、ずさんがいればね、まつりさんとずさんがいれば、と思っています。まあ、そもそもね、亡くなった直後に亡くなった子と同じカラーの子をお迎えするっていうのも心情的にね、ちょっときついものがあるのでね。まあ、ブルーアイドホワイトはね、6年後くらいにね、また飼育できればな、と思っています。 で、次にですよ。次に。ここからは私の記録用のお話なんですけれど、亡くなった後にすべきこととそのスタンスのお話をね、せっかくの機会なのでね、今どういう感じのことを思いながら、対応してるのかっていうのをね、お話をね、していこうかなと思います。まあ一言で言うと仮想のお話ですね。今はね、 動物霊園でお願いするのが基本だと思います前住んでたとこは電車で一駅のところに動物霊園があってえっ、ー、と7000円弱ぐらいで仮装してもらえたんですねで今住んでるところで調べると足を運べる範囲内にある霊園では 一万円ちょっと、一万一千円とか、一万三千円くらいが相場な感じですね。まあ、お迎えに来てもらえるところであれば、もっと安いところもあったんですけど、なんか、怪しい動物霊園とかもあるって聞くので、自分で足を運べるところに霊園が実際にあって、 自分の足で霊園が見れるっていうところを選びました。もうね、どこにしようかなっていうのはちゃんと目星もついていて、で、あの、対応自体もね、させていただいています。あの、ネット上でちょっとお問い合わせをしました。というのもね、遺体って、 生物なので劣化しちゃうんですよね劣化が早いのでああこれはね飼い主の心情的にっていうお話になってくると思うんですけれどできるだけ綺麗な状態でね仮装してあげたいのでもう当たりをつけてそのお問い合わせ自体はしていますでそこがねえっと1万1000円ですね まあ自分の足でっていうのは、その、前お世話になったところも、今回お世話になろうと思っているところも、えっと、歩いて、そこそこ距離のある、あるあの、その、歩いて、んそこそこ歩かなきゃいけないんですね、場所的にね。まあ、もしかしたら霊園なんてそういうところが多いのかもしれないんですけど、うち車がないのでね、本当に文字通り歩いていく形になると思うんですけれど、まあ、 最後の散歩になるのでね。まあそういうのが、こう、個人的に好きなのもあってね。最後くらいね、お二,二人で散歩したいというかね。というのもあって、霊園に自分なしで行きます。まあ霊園のそのチョイスに関してはまた後でお話をするんですけれど、 まあ、0円ね。1万円ぐらいかかる。も、その、プランによってはもっとかかってくるんですけれど、前に、その、飼育費用の動画とかも出しましたけど、お金がかかるのは飼育だけじゃない。最後までちょっとお金がかかってくると言いたいんですけれど、言いたいんですけれどね。 まあ、先ほどもちらっとお話しした通り、生物ですね。ご遺体っていうのは、ペットのご遺体っていうのはね。で、まあ、犬猫かどうかはわかんないですけど、エキスチックアニマルであれば、その役所に登録とか、そういうのもしないですし、まあ、こういうの言いたくないんですけどね。 まあ他の結構大物のユーチューバーさんで埋めるよりは生物なので燃えるゴミに出した方がましだというお話を聞いてまあそれは確かになって私も思います埋めちゃうとねそもそもねそもそもこの今時私有地持ってる人ってどれぐらいいるっていうお話ですしね他人のその私有地に公園とかもそうですけど 埋めるペットのご遺体埋めるっていうのはまあ論外ですし、たとえ自分の土地だったとしてもね、そのペットの骨が土に完全に帰るまであなた生きてますかっていうお話ですし、じゃないのであれば、その後にその土地を継ぐ人に、そこ、うちの庭にはペットの骨が埋まってるから掘り起こさないでねって言ってどれだけの確率で守られるっていう。 掘り起こされて骨が露出しちゃったりとかね、うん。重機とか入れて骨粉々に砕いちゃったりとかね。そういう可能性を考えると、まだ燃えるゴミの方がマシかなっていう気は確かにね。言われてみればね。なんか私この辺詳しくないんですけど、なんか地質に 影響を及ぼす場合もあるみたいな話も、ちらっとその YouTuber さんがされていたので、まあそういうことも込み込みで考えるとね、例ンそこそこ、その、私が今言った7000円とか1万円っていうのがね、プランの最低の費用なんですよ。なぜこのプランを選ぶのかっていうのはまた後でお話しするんですけれど、最低で1万円は見なきゃいけないっていうことなので、そこそこね、お金かかっちゃうんですよね。 飼育費用をケチるのは論外ですけど、まあね、私は個人的に動物霊園連れてって行ってあげてほしいって思うんですけどね。まあ、その辺は人間のエゴだとは思うので、まあ、埋められるよりはね、その辺に埋められるよりは、ゴミで出す方が、マシなのはマシだと思う。確かに。 ただ、ペットってさ、そもそもね、人間のエゴの塊だと思うんですよ。この存在自体がね。人間の社会の歯車に組み込んで、人間の物差しで測って作った生活の中で生きている。なら、 最後まで、その人間の物差しで決まった、決まったというか決められた最後を送ら、送、送らせてあげる最後の処理までね人間の物差しで作ったもので終わらせてあげるっていうのが数字なんじゃないかなっていう気がしますね。で、今ね、やっぱり動物霊園でその処理をね、 動物霊園で対処してもらうのが普通になりつつあるので、やっぱりそ,やそれで対処してあげるのが、筋じゃないかなっていう気がしますけどね。ただ、埋めるよりは全然ね。埋めるよりは、って感じですね。はい。まあ、そこそこ霊園にお世話になるにも、えっ、ー、と、お金がかかりますと。で、 うちは、その、霊園のプランに関しては、最低価格のものを、プランを選んでますっていうお話をちらっとしたんですけれど、このプランっていうのが合同層とかって言われてるもので、あの、一定期間、ま、当日にっていう霊園もあるみたいなんですけれど、ま、何匹かね、他の、あの、ペット、 もう集めて、で、他の子たちと一緒に仮装から埋葬までを行うっていう方法なんですね。で、なので、これを選んでるんですけれど、まあ、それが偶然最低価格だったっていうね。で、っていうのも、個別のお墓を作っても、 普通に仕事してるわけですし、面倒見てあげられないと思うんですね。で、そもそも、私自身が関西出身の関東済みで、関西に帰る可能性もゼロではないんですね。そうなるともう、さ、なお、わざわざ関東まで出てきておか、お墓の、ペットのお墓の世話をしてあげるって、なかなか難しい状況になっちゃうと思うんですね。そもそも、 その関東に縁のある人って私にとって結構少ないので関東に関西に帰っちゃったら関東に出てくるっていう機会ってかなり少なくなるというかほぼほぼ来なくなるんじゃないかなと思うのででしかも私が死んだ後ねそのお墓どうするのっていうのもあるのでそれならね他の子と一緒に埋葬してもらう であればもうい,っいっそのこと仮装から全部ね他の子と一緒にしてもらうっていうのがいいのかな私には合ってるのかなっていうふうに思うので行動を選んでますまあお骨で残すっていう方もいるかもしれないんですけどすでにねもうすずさんの時点でうちで飼育したウサギって6匹目なんですよ。 で、これからね、飼育していくうさぎって増えると思うんですよ。もうは、まつりさんが、もういつ虹の橋渡ってもおかしくないよねっていう年齢に差し掛かった時に、うさぎがいない生活って私にできるのかって言われたら、無理だなって思ったので、まあもう一匹、この在宅勤務をしているっていうタイミングでお迎えを決めたわけなんですけれど、多分ね <laughs>、 私が現役の間、現役で社会人ができる間は、ウサギをずっと飼育するっていう形になると思います。もしかしたら、その、さっきもちらっとお話はしたんですけれど、今までちょっと一匹、まつりさんだけの飼育だったんだけど、これからはもしかしたら、またね、ブルーアイドホワイトも飼育したいって、まあ、ハルさんの傷が癒えたらじゃないですけれど、ってなったら、 また、ブルーアイドホワイトをお迎えする可能性もありますし、2匹体制になったらまたね、飼育するウサギってどんどん増えていくと思うしね。そうなると、お骨の管理絶対大変だと思うんですよね。手元に残しちゃうとね。まあ、もしかしたら、ほら、結婚したりとかして、家庭の事情とかが変わっちゃったりとかするとね、ウサギの飼育とかできなくなっちゃうかもしれないんですけれど、まあ、結婚ってね、 相手がいないとできないんでね。まあね、相手から探すことになるんですけれど <laughs>。ですけれどあ、そもそも私結構いい歳なので、なんだろう、今付き合ってる彼ってさ、付き合うにはいいんだけど結婚するにはね、みたいな相手と付き合うとさ、やっぱり、その付き合いの長い友達とかはね、 心配させちゃうと思うので <laughs>、そうなるとね、必然的に、結婚相手に今求めるものは何って言われたら、何よりも、うさぎとシマリス、別に好きじゃなくてもいいから、飼育を嫌がらない人もちろん飼育の負担自体は全部私が持つ形でいいんですけれど、家で飼育をさせてくれる人じゃないと絶対一緒に暮らせないので、そこは外せないので、 まあ、そうなるとね、やっぱり多分 <laughs>、下手したら、生涯ずっとウサギ飼育してるかもしれないみたいなね、感じなのでね、お骨は多分どんどん増えてくと思うんで、まあそういうことも考えてね、手元に残すんじゃなくて、合同層で、みんな一緒に入れてもらうっていう形を、うちではとっています。なんかめっちゃ余計な話しちゃいましたけど。はい。で、 以前住んでいたところと今住んでいたところであの霊園のお値段が違うっていうお話をチラッとしたんですけれど前のところと今回違う霊園を選ぶことになるんですけれどなぜってえっと前使っ前お世話になってた霊園って前住んでたところに近いところを選んでるんですけれどハルさんにとってその場所って縁もゆかりもないわけじゃないですか別に その、祭りさんみたいにね、以前一緒に飼育していた子が、そこのお墓に入っているとかであれば、前使っていたところとかも、その、選択肢には入ってきてたというか、実際にね、まつりさんが亡くなった時どうしようっていうのは、前、お世話になった霊園と、この近辺で、その、 足を運べる範囲内の霊園にするかでちょっと確かに迷ってたところはあったんですけれど、はるさんならね、縁もゆかりもない場所になっちゃうので、この最後に生活した場所と近い場所で霊園探そうっていう形になりました。なのでね、多分まつりさんも同じところに入るんじゃないかな。ちょっとここにね、 それまで住んでるかどうかわからないのでね。ちょっと正確、はっきりとそう断言はできないんですけれど。まあ、まつりさんはね、あと5年ぐらい生きていただこうと思うので、ちょっとわかんないんですけれど。まあ、はるさん、さが、うさぎさんが好きなのでね、できれば一緒のところに、そういう意味でもね、一時期は一緒に暮らした子ということで、入っていただきたいなとは思ってます。はい。 で、さっき、その、自分の足で最後の散歩っていうのも、その一緒にするためっていうのも合わせてね、自分の足で、霊園まで連れていくっていうお話をしたんですけれど、霊園ってね、だいたい16時ぐらいまでしか空いてないんですよね。ってなると、ちょっと平日に足を運ぶのが無理なので、最短で、 土曜日ですね。まあ、そのタイミングで、その霊園が、お世話になろうと思ってる霊園が、ちょっと、その時間に行けるかどうか。なんか予約制とかだったりとかしたら、ちょっと予約状況によっては分からないじゃないですか。まあ、どういうシステムなのかがまだ分からないのであれですけど、もしもね、予約とかが必要なところであれば、その通り、希望通りには行かないかもしれないんですけれど、 今のところはね、土曜日にっていう風に思ってます。まあ、痛いね。痛んじゃうのでね。生ものだから。はい。でまあ、仮想に関しては、ここまで。で、次昨日の経緯を順番にお話をしていきます。結構ね、個人的に学びのある経験だったので、 これからまたうさぎさんの飼育が続いていくので、やっぱりね、そういう経験、無駄にはね、したくないので、ここもちょっと整理をしておこうかなと思います。まずね、朝はいつも通りでした。で、様子自体はいつも通りだったんだけど、一個ね、普段と違うことをしてます、私が。これがちょっと余計だったかもしれないんですけど、ペレットがね、えっ、ー、と、お店で食べていた分が、 なななかなか減らないそんで、えっと、昨日かな昨日、いや、あんま関係ないか、この辺は。えっと、本格的に、その、新しく、これから先にあげようと思っていた、その毛玉ケアのペレット。 今切り替えしてる最中だったんですけれど、そ、それと半々ぐらいで揚げてたから、結構前まで食べてたペレットの減りが遅かったんですよね。で、やっぱり揚げると、あの、味が落ちちゃったりとか、鮮度が落ちちゃったりとかすると思うので、まあ、さっさと揚げ切ってしまおうと思って、ペレットを毛玉ケアのやつと、あの、前食べさせてた、お店で食べてたやつの、 はん、いつもは半々ずつにしてるところを、えっと、前、お店で食べていたやつだけにしたんですよ。毛玉ケアのペレットあげなかったんですよね。ここがちょっといつもより違いましたね。まあ、これが直接の原因になったのかどうかはわかんないですけど。で、お昼にもちょっと異変があったの気づいてはいてて、異変っていうか、うん。 昼間にチラッとケージ見たら、ハルさんがリラックスポーズしてるのが見えたんですけど、お腹がね、いつもよりちょっと膨らんでないかなとは思ったんですよ。ただ、ちょうどね、勤務時間中だったので、まあ、リラックスポーズもしてて、特にその時に、その、特別よ、調子が悪そうだったっていう風には見えなかったので、仕事中だから、また夕方様子を見ようと。 お腹が膨らんでるように見えるのももしかしたら気のせいかもしれないし、えっと、な、お腹が膨らんでいる場合に、えっと、なんだろう、こう、可能性としてあることじゃないけど、病気の可能性みたいな、その辺も調べないと分からなかったので、ちょっと対応に時間がかかりそうだった。から、勤務中にすべきことじゃないな。緊急にも見えないし、 みたいな形でちょっと後回しにしちゃったんですね。で、仕事がちょっと押してしまって、で、19時頃にケージを覗くと、なんか違和感がある。普通に、春さんは4本足で立ってて、すずさんにいつも通りするよって言ってなんですけれど、なんかな、なんとなく、こう、元気なさそうだなと。調子悪そうだなと。 正直これ何がおかしかったかって言われると明確に言語化はできないんですけれどなんか様子がおかしいなっていう感じがして抱っこをしてみるとそのいつもはね足バタバタするんですけれど動きが悪いすごい力がなかったこれまずいなと思ってこれ絶対体調悪いと思って一旦下ろしてちょっとどういう動きをするか様子を見たんですけれど かなり足取りが怪しくて、たタ,タタッと、よろよろっと、ベッドの下の方に、で、行ってしまって出てこない状態になって、で、まあ、はるさん、うさぎさんが好きなので、すずさんに呼んできて、っつって、ケージから出したんですけれど、一切反応せず。で、ベッドの下の方で、位置を変えたりとかして、その時は、まあ、動いてはいました。で、明らかにやばいんで、 あの、病院、調べたんですけれど、あの、近所の病院と、近所の病院がどこにあるか、どれくらいかかるかっていうのと、えっと、足を運べる範囲内に夜間対応してくれる病院があるかどうか自体は調べてて、で、もう19時回ってたので、近所の方は、おそらくやってないと。で、夜間の病院場所調べていこうって調べたら、 月曜の夜間休診だったんですよ。よりによってね、一週間ある中の月曜日だけ休診なんですけれど、ピンポイントで当たってしまってて、で、急いで調べたんですけど、やっぱり他のところで夜間やってるところなくて、で、19時超えてるからどこも閉まってる。で、もう病院が行けないので、朝の9時まで、 病院が開く時間まで何とか持たせたいと。で、一旦ちょっとベッドの下から出して出てきてもらって、で、ペレット用意して口元に持ってったんですけど、食べない。食べないっていうことで一番最初に思い浮かぶのって、うっなんですね。うさぎさんの病気として有名なので、もしかしたらうっかもって調べて、で、調べた結果、おそらく、そのお腹がパンパンになってるっていうことも含めて、これ、 訴えっぽい症状だなって当たりをつけて、その訴えについて、とにかく片っ端から調べたんですけど、結果、もうこの症状が出てしまったら、できることは何もないっていうことが分かった感じですね。で、ただ、その水に関しては、マッサージしたりとか、強制給水とかは、あの、場合によっては、それが命取りになることもあるらしいので、やっちゃダメなんですけれど、 まあもちろんね、そのレントゲンとかで様子を確認できて、その様子からどういう状況でっていうのがわかるっていう場合であれば、まあありみたいなんですけれど、何もわからない状況ではやっちゃいけないことらしいので、ただそのお水に関しては、お皿とかに入れて口元に持ってったりとかして、 その、うさぎ自身が自分で飲むようならあげても OK とのことだったので、お水だけお皿に用意をしてあげて、ちょっと頭を動かせば飲めるように、口が完全に水に浸からないようには、なってない、えっ、ー、と、浸からな、浸かっていないっていうのは、ちゃんと確認をしてっていう感じで、お水を用意してあげて、で、 ちょっとこの時点で、その、はるさんに、つきっきりで面倒見なきゃいけない。けど、その、朝まで持つかわからなかったので、せめてね、ダメなのであれば、できる限り良い環境で行かせてあげたいって思ってたので、その、すずさんにもね、ちょっと、 ケージの外にいてもらおうということで、ここでコードとかをね、撤去して、撤去してっていうか、まあ、現時点では、小ウサちゃんたちってベッドの上まで登らないので、まあ、長時間鈴さんの姿が見えなかったら、ちょっとベッドとかに登ってないか気にしなきゃいけないんですけれど、まあ、おそらく大丈夫だろうということで、 長時間、すずさんの姿が見えなくなったりとかしてないかだけ確認するようにして、そのコードをね、机の上に避難。で、シマリスの、ミチルさんとこのね、ヒーターも一度コードを撤去するために切ってっていう感じで、その鈴さん用にね、環境を整えて、で、朝になったら病院に駆け込めるように準備して、 まあ正直その今体調不良でもしかしたら亡くなってしまうかもしれないっていうウサギがいるところにスズさんをそのままヘアンポさせっぱなしにするのがスズさんにとっていいことなのかっていうのはちょっとまあ不明ではあるんですけれど。 まあ、はるさんのためにご協力いただく形にして、まあ、け、おかげでね、ケージに戻って水飲んだらいいのにお皿から飲むもんだからさ、足、前足足に突っ込んでカーペットびしゃびしゃにされちゃったわけなんですけれど、すズさんにね。で、 昨夜、一度、春さんの状態が悪いっていうことで、まあ、気が動転してたのもあったと思うんですけれど、一回動画を上げてるんですね。で、動画、あの動画より前の時点では、おぼつかないながらも、歩け、自分でね、歩行はできてたんですね。で、あの動画に関しては、スマホで撮影をしていて、スマホの、 写真アプリの詳細を見る限りでは、20時40分の動画のようなんですね。で、えっ、ー、と、その時間に関しては、おそらく動画が保存された時点、要は動画のお尻の時間だと思うんですけれど、その時間が20時40分で、動画自体が10分ちょっとの動画なので、おそらく20時半までは自力歩行できたってことなんですね。で、 20時50分ぐらいに、自立、その、自分の力で座っていることすらできなくなって、横になってしまって、で、そのまま21時過ぎぐらいに、その、瞳孔のサイズが変わったちっちゃくなったので、まあおそらくこれが、瞳孔が開くってことなんだろうなと。なので、その時点で、まあ亡くなったと、 私は判断しました。2時間ぐらいはね、その後2時間ぐらいは暖かかったです。で、ということは、その明らかにおかしいって感じたのが19時で、亡くなったのが21時過ぎ。2時間。あっという間でしたね。 症状出てからが、思ってた以上に進行が早かった。なんかこれ見ちゃうとね、病院に駆け込んだところでどれぐらいの確率でたた、どれぐらいの確率でね、助かったんだろうなっていうのは、ね、思うけど。なんか、思った以上にね、 今回、訴えって怖いなっていうのが、分かったというか、この実体験としてね。だって本当あっという間だったもん。で、まあ今回でね、いろいろ知識が増えて思うこともあったんですけれど、まあ一番ね、 今回私がやらなきゃいけなかったというか、やらかしちゃったことに関しては、夜間病院ね、夜間病院の休診日休診曜日をしっかりと記憶していなかったことですね。19時の時点でもうおかしいって気づけたんだから、1時間前に 遅くともね、遅くとも1時間前に気づいて行動に移せていれば、おそらく19時までにね、病院に連れてって見てもらうこと自体はできたはずなんですよ。1時間ですよ、1時間。1時間早かったら病院自体には行けたはずなんですよ。それで助かるかどうかって言ったらまたちょっと話が別にはなってきますけど、 そもそもね、お昼に、あれこんなにお腹、膨らんでたっけとは思ったはずなので、まあ、その時点でね、確かに真昼まで、勤務時間中だからっていうのはあったんですけれど、それでもね、ちょっと早めに仕事を切り上げるなりしてね、早めに切り上げるどころか押したからね、今日。今日じゃない。<laughs> うん、寝てないから、もう感覚が昨日なんですけど、 寝てないのえっとねそうなんだっけ昨日だねそう昨日の仕事に関してはき早めに切り上げるどころか押しちゃってるからせめてねその月曜休診だっていうのが分かってればちょっと早めに切り上げて病院に 間に合うようにも,もしその体調不良、本格的にまずい体調不良だった時に、ちょっと間に合うようにちょっと早めに、健康チェックをするっていうことができていれば、病院には行けたかもしれないので、そこはちょっと昨日私が、できたところ、できたはずなのに、 しなかったことですね。で、ここからはもう一つ上のレベルのことなんですけれど、そもそも、訴えに関する認識がちょっと甘かったっていうのはありますね。確かに、その、弁の形が不揃いだっていうだけであれば、 食べてるチモシーの量が足りないとかね。そういう可能性もあったんですけれど、最初の方から、ちょっとお腹がポコポコはしてたんですよ。で、まあまだベビーだしね、幼児体型かなって思ってたのね。思ってたんですけど、いざ調べてみたら、幼児体型でお腹がポコポコしているっていうね、そういう事実みたいなのはネット上ではあくまで出てこなかったのね。 お腹膨らんでるとかで検索するとだいたい訴えにたどり着くの。ってことは、もう最初から、お迎え当初から慢性的な訴えであった可能性が出てくるのね。これね、知ってれば、もうなんなら、お迎え翌日ぐらいに病院、 いけてたはず、なのね。まあ、実際、今より、ん今の方が、お迎え当初より、明らかにお腹が膨らんでるのね。だからもしかしたら本当に、そのネットとかで出てこなかっただけで、最初は幼児体系だった可能性もなくはないけど、なくはないけど、 可能性としてね。ちょっと今、今ね、その、お迎えしたのが、ちょうど1ヶ月、あれいつだろう ?1 ヶ月と10日か。お迎えしたのが6月18日で、今日、8月、昨日が8月の8日だったわけでしょだから1ヶ月と10日だね。1ヶ月と10日。 そう考えたらすごいよね。もし最初から慢性的な訴えだったんだとしたら1ヶ月10日持ったんだから。まあね、それぐらい早い段階で病院に行ってたというか行けてた可能性としてはあるので、まあ,あとはいえね、ウサギを飼育してるからといって全部の知識網羅するのは無理だしやっぱり。 ただ、訴えに関しての知識は今回の経験で深まったのはそうだから次ね、お腹がそういう状況であれば、訴えかもっていう疑いを持つことはまあできるようにはなったのでそこはね、ちょっと今回の経験を無駄にはしないようにね。 うん。まあそもそもね、この子たちのお店がね、爪切りしてなかったりとかも知ったしね。ちょっとあのお店でお迎えするのが怖くなったね。ブルーアイドホワイトとか扱ってるからね、結構。 専門性の高いところだとは思うんだけどねまあ,あそんな感じですねうんなんか本日のえっ、ー、と昨日の経緯とそれを踏まえた反省みたいなのを別々で書いてたんだけど今一緒にやっちゃったね そう、うっね。その、食べなくなる、飲まなくなるっていうのが、うっの特徴なんですけれど、お腹にガスが溜まっていくものらしいので、うっになったうさちゃんは、その、お腹が風船みたいにパンパンになっちゃうんですって。まあ,あ、 今回ので、よく分かったけど、食べなくなってから対処するのじゃ遅い。遅い。あもしかしたらね、夜間病院が空いてて、昨日とか今日であれば空いてたのでね、空いてて、駆け込むことができたのであれば、間に合った可能性もあるのかなと思わなくもないけど、まあそこまで行くまでにね、 気づけるのであれば、そちらの方がいいことは違いないので、お腹がパンパンになってる、風船みたいになってるっていうのは危ない可能性がある。っていうのはね、知らなかったので。食べなくなる、飲まなくなるだけが合図じゃないっていうことですね。 それまでハルさん下痢もしてなかったんだけどご遺体を後で見たら下痢をしてるみたいだったのでおそらく訴えですねお腹の様子とかも見てね訴えですねまあ思ってた以上に訴えだっていうのを早期に 判断するの難しそうですね。そんでもう症状が出ちゃったらそっからは早い。朝まで待とうっていうのは無理。無理です。持って2時間っていうのが分かりましたね。はい。うん。お腹が膨らむのね。はい。 で、最後にね、記録として、こ遺体写しておこうかなと思います。こ遺体写るのでね、今のうちにこ遺体見たくない方は、動画止めてください。行くよ行くよ行くよ写すよ <laughs> まあ、使ってたタオルが白なので、 その、今だけね、春さんが見えやすいように、えっと、下に一枚紙、えっ、ー、と、近くにあった茶ブート、使わなくなった茶ブートを引いてます。ここからはね、ちょっと、私自身がちゃんと喋れる状態になるかわかんないので、ご遺体見ちゃうとね。なので、ここから最後までは、無言動画です。無言でご遺体映すだけの動画です。 本当に行きます。行きます行きます。ちょっと前振り長くてあれなんですけど、行きますね。ここからは無言動画です。